マガツノート戦シーズン3ラジオドラマ第9話オーディエンスサイドトップと部下。いいぞ、今だ、吹き飛ばしてしまえ。おお、あっぶねー。たく、ハイになってる場合かよ、勘弁。東から敵の増援だ、3000は嫌がる。問題ない、想定の範囲内だ。だが、新たな奴は撤退しろだとよ。バカを言え、そんなことができるか。ここで決着をつけなければ、攻略が遅れる。命令無視だぜ、いいのかよ。勝てばあいつも文句は言わん。というわけで頼むぞ、前衛組。はいはい、了解、行きますよ。3000か、いいね。体も温まってきたとこだし楽しめそうだ。はあ、またかよ。なあ勘弁、なんか妙じゃねえ。中盤戦に入ってから苦戦ばっかだぜ。前半のあの楽勝ムードはどこ行ったんだよ。ああ、そのことか。そういえば伝えていなかったな。実は少し前、ひよこのやつに頼んでゲームの難易度を最大にしてもらったんだ。その影響で敵兵の強さが3倍になっている。はあ？なんだよそれ、聞いてねえぞ。ああ、やっぱりそういうことだったんだ。道理で最近敵が強くなってると思ったよ。そんなことできるなら最初からやっといてよ。そしたら僕も退屈しなかったのに。このゲームは難易度を上げるほど得られる経験値が増える。そして経験値が増えればこっちの兵もどんどん強くなるっつうわけだ。まさか新たな能力でも苦戦するほどの高難易度があるとは思わなかったかな。マジダリー、もっとゆるゆる遊ばせてくれよ。これも B チームに勝つためだ。言っただろ、もう手加減はせんと。お前たちにも頑張ってもらうぞ。出なければ俺がクビにしてやる。しょうがないな、攻略を進めると新しいサブクエも出てくるらしいし、付き合ってあげるよ。それにこっちがある程度強くないと、タシミツも頑張りがいがないだろうし。ああ、僕は敵が強くなる分にはいいよ。それより一つお願いがあってさ、馬、なんとか用意できないかな。ほら、ロボットでもいいから。俺は首でもいいんだが。却下だ。現実に戻って小遣いを減らされたくなかったら協力しろ。わかりましたよ、勘兵衛様。よし、全員このままで OK だな。それじゃ見せてやるとするか、武将の本気の遊びってやつをよ。ああ、このまま B チームを地平線の彼方まで引き離すぞ。分かったら働け、お前たち。おう。A チームナインバルガが一陣営撃破。天下統一まで残り敵対陣営数7。鳴らし馬様を殺した謀反者どもはまだ見つからんのか。己裏切り者どもめ、必ず見つけよ。すっかりお尋ね者だな。これも良い経験ですね。お待たせしました。情報屋のキャラから全トップのリストをいただいてきました。ご苦労様です、サイゾー。ではこの中から移籍先の陣営を、我々の新たなトップを決めるとしましょう。どうです、利光様、良さそうな方はいますか。この彼なんてどうです。ステータスは文句ないが、この経歴はちょっとな。俺は弱いやつのとこには行きたくない。では少し攻め方を変えて、こういうのはどうです。この武将ですか。
ステータスはオール F。 こんなふざけた能力で軍団トップとは一体。いえ、彼のプロフィール設定を見てください。これはなかなか。陣営紅トップ、武将初波乱、一族の権力争いにより幼くして両親を失った少年武将。5歳という若さでトップに就任するも、依然身内から命を狙われ続けており、そんな境遇から人間の醜さに絶望している。5歳？なんだよそれ、剣も触れるかわかんないじゃん。ですが、とってもかわいそうな境遇で、思わず抱きしめて差し上げたくなりませんか。しかし勢力としては最下位だぞ。いえ、でかしましたよ才三。この陣営へ行きましょう。本気か利光。ええ、どうせ我々が心から忠誠を誓えるものなどいくら探してもいいはしないのです。なぜなら我々にはすでに心に決めた主君がいるのですから。であればここは分かりやすいのが一番。その点この初花様は感情移入が容易です。勢力の差など我々が加入すればどうとでもなる。それに彼はどこか光秀様に近い匂いもしますし。なるほど、確かにこの方ならば忠誠はともかく同情はできる。まあそうだな、力になってやらねばとは思うな。俺も別にこいつでいいぞ。よく考えたら弱いやつのとこにいた方が強いやつと戦えそうだし。では決定ですね。ねえ、行きますよ。ほぼゼロからの再出発ですが問題ありません。我々の力でこの不幸な少年に天下を捧げるのです。おお。B チームが陣営紅へ移籍。天下統一まで残り敵対陣営数7。ふん、紆余曲折あったが、そろそろゲームも終盤。両チームいい感じにゲームへも取り組み始めおったし、これは見応えのある決戦が見られそうじゃの。現状だけを見れば A チームが先行しているが、 B チームも最大の障害であったトップが片付いた。まだ勝敗はわからないね。そうだな。稚拙な戦いではあるが、双方の力量が近いゆえ見応えはある。まあまあ楽しめそうだ。結果はもう決まったようなもんだろ。このリードを手放すような間抜けがよ、うちの官兵衛が。はいはい、そうだね。まあ勝手に吠えてるといいよ。っていうか光秀のとことうちは両方に部下がいるし、ああもうこれどっち応援したらいいわけ。しかし今更だが、こうやって小十郎たちの戦いを傍から見るというのはなんというか奇妙な感じだな。まあ、あやつらがトップである主らと無関係な戦いをすることなど普段ないじゃろうからの。それもそうだが、私としては他の陣営、彼らと君たちトップの関係性が垣間見られたのも良かったな。打算、崇拝、尊敬、興味、実に様々でとても参考になった。他者との絆は人が死に瀕した際に強く輝く要素の一つ。私の求める美しい死の探求には欠かせないものだからね。ああ、部下とトップの関係っつうと、お前のとこはマジでどうなってんだ政宗。五十郎のやつなんであんなにお前に執着してんだよ。知らん。小十郎が生まれた経緯に何かあるようだが、むしろ俺が聞きたいくらいだ、雪村。ま、いつかね。
何にしろ俺たちはもう互いに過去を清算した。理由など知らんが、あいつがやりたいと言うから俺の不得手なことを任せている。それだけだ。はっ、そんなドライでいいのかよ。俺にとっちゃ仲間は家族、ファミリー。中でも勘兵衛とキヨはもう俺の兄弟みたいなもんだ。背中を預け合う仲間っつうのはそれくらいでねえとな。ま、そこは秀吉に同意かな。俺にとって仲間は共に戦い抜く運命共同体だ。どうして自分についているのかもわからないようなやつ、俺だったらとても怖くて近くに置けないね。いじらしいことよ、家康。部下の謀反を恐れているようではまだまだ。トップが部下に求めることなど一つ、どれだけ我の考えを読み再現できるか、これだけよ。それさえ十分であれば、そやつの本心などどうでもよい。なあ、光秀。はあ、ノーコメントで。さすがは大陣営のトップ。みなしっかりとした考えを持っている。その点、陸道園は軍団ではなく生活共同体だからね。家族だとは言っているが、あくまで疑似的なものだ。幸いみんな私を父のようだと慕ってくれているがね。そういえば光秀、お前はなぜあの二人と。確か過去に奴らの命を救ったっつう話だっけ。よく考えると先輩が人助けとか想像もつかねえな。別に深い意味なんてない。捨てられてたけどもったいないなって思ったから拾ったんだ。それだけだよ。はっはっは。トップと部下、関係は陣営によって様々じゃの。良いぞ、人と人の交わり、これもまた文化よ。ちなみに従順さや忠誠心においてはうちのひよこも負けてはおらんぞ。あやつはわしの頼みとあらば、たとえ火の中水の中。はあ、アンドロイドに忠誠心って、マスター登録すれば誰にだってしてくれるでしょ。何を言う、そんなことはないぞ。確かにマスター登録はしておるんが、わしとひよこの絆はそんなものがなくとももっとこう深いもので。そう、主らと部下との関係にも負けぬぞ。はあ、なんだって。ふん、それどころか性能では勝っておるかもの。何せわしが作り上げた超高性能アンドロイドじゃし。つってもあいつまだ勉強中なんだろ。そうそう、しかも弟子にしようと思いつく前に一度飽きて興味を失ったとか言っていたくせに。それに大した絆なんて感じなかったけど、ゲームの件も迷惑そうだったし。確かにな。ふん、正宗、人形の扱いは貴様の方が長いであろう。連中の関係どう見る。生みの親の上にマスター登録までしていて、あれはなかなかだと思うぞ。好きに言うがいいわ。確かに今はまだ足りぬやもしれん。じゃが、あやつがいずれ主らも羨むような最高の人材となるのは決定事項。何せこのわしの弟子になるのじゃからの。せいぜい今のうちに勝ち誇っておるがよい。ん？なんだ今のは。視界が一瞬真っ暗になったぞ。利休。うん、安心せい、大事はない。この空間を構築しておるオリベのサーバーにちょっとしたノイズが走っただけのようじゃ。大丈夫なんだろうね。前のライブのスピーカーみたいなことになったらシャレにならないんだけど。心配するでない、前回のような爆発落ちになどにはならん。例
いいけど。とにかくゲームも大詰めじゃ。主らの部下の力見せてもらうぞ。いよいよゲームも大詰め。さまざまな試練を乗り越え、ついに向かい合う A、B 両チーム。果たして勝つのは。って、なんで水利休様。ごめんなさい、弟子入りの話はまた後で。マガツノート戦シーズン3第10話、オーディエンスサイド、師匠と弟子、どうかお楽しみに。チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。